今年もフランス産のワインの新酒ボジョレ・ヌーボーが解禁されました。輸送代の上昇などで価格は上がっていますが、ソムリエは高いクオリティだと評価しています。今年もブドウが実った喜び、そしてボジョレ・ヌーボーが完成したことを祝って乾杯。今日販売が解禁されたボジョレ・ヌーボー。今年はロシア上空の飛行制限による輸送代の上昇などで、新潟市中央区のワインショップでは1本あたりおよそ1000円の値上がりとなっています。それでも今年の出来はどうかなっていうので、楽しみにしてます。安いに越したことは確かにないんですけど、勘弁できる範囲かなというふうに思っています。はい、価格よりもまずはこうワインの味わいを確かめたいという思いの方が、そうですね。売れ行きが心配されていましたが、こちらの店ではリピーターを中心に予約数に変化はないといいます。おすすめのビエイユビーニュをいただきました。あ、果実をかじったようなフレッシュさがあります。果汁が溢れてくるような感覚です。そしてしっかりと渋みもあって力強い味わいです。雨が少なく昼夜の寒暖差が大きかったため、今年はブドウの糖度が高くなり、例年に比べて凝縮した味わいに。ワインの骨格がよりこうしっかりした印象ですね。きめ細やかに熟したタンニン、フレッシュさのあるはつらつとした酸味、そしてそれらをこうまとめ上げる果実味、これらのバランスが非常に優れてますので。店内のバーでは今週まで1杯770円で今年の味を確かめることもできます。しかし価格上昇から仕入れる量が去年より3割減り、数に限りが。ずいぶん値上げをさせていただきましたが、せっかくの年に一度のワインのお祭りですし、でクオリティも非常にいいワインに仕上がってますので、この機会にぜひ皆様にお楽しみいただければなと思います。